わくたさん、メールありがとうございます。そしてステーキングプール開いたそうで本当におめでとうございます。この速稼塾でね、紹介しているステーキングプールは今までリピさんという方が前回私と一緒にね、プロモーションして、そしてね、10億円ぐらい集まったのかな。ものすごい、課金をね、課金といいますか、ステーキングプールがバン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 集まっちゃってすごいことになったみたいなんですけども、まあその後なんでね、もしかしたらちょっとあんまり私が呼びかけても効果がないのかもしれませんけども、しっかりと宣伝させていただきます。そしてですね、その他に、エキスポの方ですね、こちらの方も私からの寄付もそうですけども、私からの呼びかけも合わせてしたいと思うんですね。でよろしかったら、このステーキングプールのこともそうなんですけども、体のエキスポに向けて一緒にですね、ズームライブなどで宣伝できたらなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、それではね、今回、いただいた動画を拝見して、そしてステーキングプールの応援の方をね、させていただきますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。体の枝、ますますね、いいニュースばかり飛び込んできて、いいことづくめなんですけども、まあ、その一つがこの夏にはビットポイントジャパンからの日本上場ですよね。やっぱり体の枝が手軽にやり取りできるっていうのはいいですよね。そしてやっぱり私たちはこの日本で管理されている暗号通貨の取引所、ここに一定の安心感を持つと思うんですね。バイナンスも悪くはないんですけども、私アカウント持ってないんですけどもね、バイナンスは結構今世界中から包囲網が解かれていて、なんかバイナンス使いにくくなるんではないかなというふうな気がするところに、こういうことですから本当助かります。もちろん草コインを扱うためのバイナンスっていう考え方もありますけども、多分日本のユーザーのほとんどはカルダノを決済するために段取りとして、まあバイナンスを使ってるっていうところじゃないかなと思いますんで、今回ビットポイントジャパンでね、カルダノが扱われると本当に楽ですよね。ダイダロスからビットポイントを移して、ビットポイントから日本の普段の銀行へってことですから、まあ、しっかりとね、お金の流れは管理されちゃうかもしれませんけども、まあ税金しっかり払いながら利確していけばいいんじゃないかなと思いますよね。そしてですね、ステーキング報酬もしっかりと受け取るためにステーキングプールも選んでいきたいですよね。ありがとうございました。それではこれからもよろしくお願いします。